はい、今回はね、格安 SIM だったりとか大容量 SIM、 こちらの固定回線化計画検証第2弾をやっていこうと思います。検証の第1回目ではモナ Wi-Fi のねルーター、モバイルルーターと、こちらにはねモナ Wi-Fi さんの大容量 SIM、 まあね、結局ね中に入ってる SIM っていうのは全く同じものを使って、空いてる時間帯にねモバイルルーターとホームルーター差がどれくらい出るかの検証させてもらいました。やっぱねさすがホームルーターだけあってね、ホームルーターの方が速度の方はかなり出ていました。第2弾に関しては、まあ割とね、混んでると言われている時間帯に速度っていうのをね、モナ Wi-Fi さんのね、SIM、ソフトバンク純正回線とほぼ同じね、SIM を使って検証していこうかなと思います。今回もこのモナ Wi-Fi さんのモバイルルーター 5GB 帯に設定していますので、こちらの方で速度の方を測っていこうと思います。はい、ダウンロードが49、アップロードが34ということで、左上にね出ているんですけれど、12時18分ということで、昼のね混む時間帯に計測しているんですけれど、さすがねモナ Wi-Fi さんのルーター、まあ中身にモナ SIM なんですけれど、ソフトバンクのね純正回線とほぼ同じ回線ですので、速度の方ねこの混む時間帯でもかなり出ているんじゃないのかなと思います。これがね格安 SIM だとかなりね昼の時間帯とか厳しくなるんですけれど、じゃあもう一回ね測っていこうと思います。次はね、ダウンロード33のアップロード34。まあ、こんな感じでね、ちょっとね、普段とは珍しくダウンロードとアップロードの速度が逆転するっていうことにはなってるんですけど、それでもね、両方とも30メガっていうのを超えてるということで、かなり快適に利用できるんじゃないのかなと思います。格安 SIM とかだとね、ものすげー下がってくるんで。今回に関しては、モナ Wi-Fi さんのね、回線の凄さっていうのをやるわけではなく、あくまでね、モバイルルーターとホームルーター、こちらの差を測っていこうと思いますので、次はホームルーターにね、回線を変えて、速度の測っていこうと思います。はい、それではねホームルーターの回線に切り替えましたので、速度チェックやっていこうと思います。速度の方がね、ダウンロード86のアップロード24になります。ダウンロード爆速ですね、86。ただアップロードの方がねモバイルルーターより下がってしまっているんですけれど、この辺の原因はちょっとわかんないんですけれど、とりあえずねダウンロードの方が爆速になります。2回目測っていこうと思います。2回目ダウンロードが82のアップロードが33ということで、前回もね同じような結果だったんですけれど、アップロードに関しては正直モバイルルーターでもホームルーターでもねほとんど変わんない状態になっています。まあ、これはもう SIM そのもののね性能なのかなって気がしてきちゃう、このぐらいの速度っていうのが。ダウンロードに関してはやっぱねホームルーターだと倍近く出てくる、相当快適に使えると思う。ホームルーターまだ実際にね速度計測しか見せていませんので、実際に使うとねどのぐらい快適に使えるのかっていうのはまた別途やろうと思うんですけど、とりあえずモナ Wi-Fi さんが提供している大容量 SIM、 まあソフトバンク純正回線っていうところもあって、そもそもね昼の時間帯に速度がほとんど落ちることがない、まあその時にモバイルルーターでもね40メガぐらい出るんで、まあ何もね不便になることはないと思うんだけど、ホームルーターでねネットすることによってさらなる高みに行けるんじゃないのかなと思います。今回ね昼の混む時間帯に計測したんですけれど、次はねやっぱね夕方ですね、夕方の時間帯の計測もやっていこうと思います。早くね楽天モバイルの検証もやってくれという意見もありますので、モナ Wi-Fi と合わせながら並行しながらね楽天モバイルやってもいいかなと思っています。モナ Wi-Fi のね検証すべて終わらせてから楽天モバイルだと結構時間かかっちゃうんでね、今後もねモバイルルーターだったりとか実際に、ね、スマホに SIM を挿した状態対ホームルーターと呼ばれるね、まあ、ちょっと強力なルーターとの合わせての検証、ホームルーターを使うことによって大容量 SIM だったりとか、まあ、格安 SIM って呼ばれるものとかがね固定回線化できるのかっていうのをね検証していきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。